それから私たちはももちゃんのケーキを食べながら高校時代の思い出を夜まで語り合った。家が破産という困難を乗り越え、パリに行ってプロのバイオリニストの道を進み始める葉月ちゃん。陸上の女子 100m で日本新記録を作りながら、大怪我で一時は選手生命を危ぶまれたけど、大学で長距離ランナーを目指す愛ちゃん。お母さんの死を克服してブロードウェイの舞台に立つことを目標に定め、ニューヨークでミュージカル女優の修行を始めるホンプちゃん。亡くなった魔女モンローの志を継ぎ、ニューヨークの魔法堂再建を目指してパリで本格的にスイーツの勉強を始めるももちゃん。東大の医学部を首席合格して魔女界の医療にも貢献しようと頑張っている花ちゃん。みんな私よりずっと先を走っている。でも私は私だって思う。これから一年バイトをしながら、昼は司さん、夜は花ちゃんに家庭教師をしてもらい、絶対大学に合格して夢であり目標である小学校の先生になろうと思っている。小学校の4年間と高校の3年間、みんなと共に魔女見習いとして過ごした7年間の経験はこれからの人生の糧になってくれると思う。そして私たちは魔女見習いをやめるために魔女界の女王様に会いに行くことを決めた。夜空には笑う月が出ていた。魔女界のお城に到着すると、女王様がいる謁見の間に通された。やはり皆さんも返しに来たのですね。はい。引き止めたい気持ちでいっぱいですが、皆さんの顔を見たらどうやらそれも叶わないようですね。ごめんなさい女王様。みんなで話し合って決めたんです。でも魔女見習いの思い出は一生忘れません。わかりました。そうおっしゃると女王様は私たちの前に来て、タララタップと指輪を受け取りながら私たち一人一人を抱きしめてくれた。その間花ちゃんは懸命に涙をこらえていた。本当に成長したんだなって思った。本当にご苦労様でした。魔女見習いではなくなりましたが、今後とも花ちゃんのこと見守ってあげてくださいね。はい。花ちゃんは女王になって魔女界と人間界の垣根をなくすために頑張ってくれると思います。その時にはまた皆さんの力を借りるかもしれません。皆さんもそれぞれの道で成功しているものと信じています。本当に長い間ありがとう。お礼を言うのはこっちですよ女王様。本当に魔女見習いにしてくれてありがとうございました。魔女界から帰ってきた私たちは、家路に着く前に魔法堂の前に佇んでいた。3月いっぱいでスイーツショップは閉店して、4月からは魔法グッズの店になることが決まっていた。暗闇の中に魔法堂の明かりだけ見える。今まで魔法堂の明かりがこんなに優しい光だとは気づかなかったよ。そうね、ほんと暖かくて私たちを包んでくれていたのね。第二の我が家やもんな。私にとってはパティシエールの道への扉を開いてくれた大事なお店でもあるよ。花ちゃんまだ手振ってんで。大学生になってもまだ子供ですものね。バイバイ、 See you again。 私たちはゆっくり歩き出した。私は遠ざかる優しい明かりをもう一度振り返って心の中でつぶやいた。ありがとう魔法堂。